して、指導者の道を歩み始めたというところで、はい、具体的にどんな生活になったのかなと。そうですね、本当に指導と選手だから、まあサッカーに関わっているっていうことはには何ら変わりはないんです、うん、ただ今まで自分のことさえ考えればよいっていうのが選手だったんですよね。もちろん仲間のことっていうのはあったとしても、うんうんうん、だけど人にものを伝えるとか教えるっていうことではなかったので、 そうだね、それが2つ選手と指導っていうものが入ってくると、うん、やっぱり新たなるチャレンジ、新たなる発見があるわけなんですね、うん、そこで指導のことを学んで、いろんなことをね、サッカーを通して自分は教えてもらった、自分は成長した、そう思ってたからこそ、逆に伝えるのはサッカーの技術だけではなく、サッカーを通して学んだことを、成長したことを伝えないと、うん、やっぱりサッカーの技術も成長しないんだろう、うん、っていうことを自分としては学んでいったわけですね、うんうんうん、だから大切なことは、本当に大切なことは技術、それ以上に、うん、その人本来の姿っていうんですか、うん、その人の幹っていうんですかね、人格形成をできるような伝え方をすること、うん、それが一番指導にとっては大切なんだな、うん、っていうことを感じまして、うん、そのことを中心にしながらサッカーの指導もしていきました。それをやっていくことによって、はい、過去の自分の在り方、ああこうだったんだなみたいなのも発見も生まれたのかな。そうですね、本当に自分のプレイヤーとしての自分ですか、うん、良くなかったなっていうのもそこで初めて分かってきたのかなっていう部分もありますよね。なるほどね。で、指導を始めて僕はサッカーを通してやはり人格形成ということで教育の必要性をすごく感じたわけなんです、うんうんうん、それでエドゥさんが日本代表に選出され呼ばれるっていうこともあって、うん、そのサッカーセンター自体がなくなるわけなんですけれど、はい、そうなんだ。で、偶然同じ場所にあった僕三重高校っていうところで、うん、教員ですか、社会科の先生として、うん、スタートするわけなんですね。三重高校に、はい、それは試験受けて入ったの？どうやって入ったの？いや、私立だったので。あ、私立なんだ、三重高校、はい、あ、なるほど。じゃあ、ね、サッカーの関係とかでですね、うんうんうん、勉強持ってるし、はい、サッカー指導できるから、はい、サッカーの指導を始めて教育の大切さっていうのを再認識というか認識なのかな、うんうん、したんですけれども、うんうん、それが何なのかっていうと、やっぱり自分で考えて行動することこそサッカーにおいては大切なことで、うんうん、サッカーにおいて学べることだ、うん、っていうのが僕の考え方の中心だったんですよ、うんうん、つまりそれは自分がサッカー選手として足らなかったことなんですよ。うんうんうん、で、現代社会を子供たち生徒たちに伝えながら自分でも言ってるわけなんですよ。社会にはいろいろなことがあるけれど、本当の社会科の大切なことって、うん、一人の人間として生きていく上で大切なことだから社会科を学ぶんだよ、うんうんうん、で、その中でも僕はあなたたちに知ってもらいたいことは自分の考えを持つこと、うん、そしてそれを表現すること、うん、そのことこそ最も一人の人間として大切なことじゃないのかなって、うん、それを伝え始めたんですよ。でも逆に自問自答してるんですよね。僕に対して、僕はサッカー選手の時そんなことしてなかったなって、あ、本当に思いましたよ。これでいいの、よかったんだ、よかったのかなって、うん、はい、なるほどな。その三重高校で、はい、まあ、たくさん生徒さんいると思うんですけど、はい、その中に有名な人がいますと。そうですね、女性シンガーの、はい、西野カナちゃんですかね。彼女が有名だったのでサッカー部の子たちもいろんなこと言ってたんですよ。で、僕は彼女とは話をする機会もあったし、うん、でも直接彼女が歌手になりたいっていうことを
聞いてたわけではないんですけれども、うん、サッカー部の子たちからいろんな話を聞いて、ね、なんかね、ヤバイ放談でも話しましたけど、はい、彼女のライブに、ね、林先生が行ったわけですよね、まあまあ、もうその時先生じゃないですけど、そうですね、ね、教え子のライブに、はい、そうですね、2008年ですかね、うんうん、当時彼女はまだ名古屋の大学生だったんですよね、うんうんうん、それをやりながら歌手もやってたんですけれど、まだそんなにメジャーにまではなっては来ていないんですが、うん、それでもいろんなところへ行ってたようなんですね、まあ、プロモーションとかライブとかね、はい、大学の授業が終わってから、うん、あちこちへ飛び回ってという忙しい生活だったらしいですそうだよ、ね、彼女が言うには、うんうん、でその時にちょうど僕東京にもういたんですけれど、うん、渋谷でいろんな人を集めてですか、新人アーティストですかね、うん、集めてのライブがあったんです。もちろんその大きなところではなく小さなライブハウスだったんですけれど、うん、その時おそらく 7,8 組の、歌手の方がいらっしゃって、うん、でその中に彼女がいたので、うん、僕も友人のコネですか、はい、僕の高校の友人が音楽関係で仕事をしていたので、うん、それに呼んでもらってライブ後の関係者の場所に入れてもらったんですよ、うん、でばったりじゃないですけれども会いますよね、もちろん、うんうんうん、びっくりしますよね、先生なんでこんなとこいるのそうだよね、で、うん、僕にとっては歌手では歌手西野カナではあるけれども、うん、やはり三重高校の生徒であったっていうのが教え子だよね、そうですよね、うん、で会ったわけなんですよ、うん、だからこんなことを言ってはダメなんですけれども、隣にはその頃売れていたっていうんですかね、そば、うん、にいるねがヒットしていた青山テルマ、テルマさんが隣にいるわけなんですよ、うん、僕の興味は生徒よりももちろん歌手西野カナさんよりも、うん、歌手青山テルマさんの方がよっぽど興味があるわけなんですよねひどい話ですけどね、そうですよね、うん、けれど、まあ、当時大ヒットしますからね、はい、もう本当に隣をチラチラ見ている僕なんですよ。あ、ちなみに、はい、青山テルマちゃん間近で見て、はい、やっぱオーラを感じる、オーラありますよね、綺麗ですかやっぱり、そうですよ、あ、この人テレビに出てる青山テルマさんだっていう感じですよね、もちろんですけれど本当一視聴者の感想ですよね、はい、目の前に今やね、ねえねえ、ねえ、ダメですよね、僕もちょっと良くないですねはい、その僕の音楽関係の友人はビクビクしていたらしいですよ、うん、僕のその態度に対していや、でもね、その時西野カナさんはね言ってたんですよ、先生私頑張ってきてよかったよって、うん、でも私何もまだ達成できてないからこれからも頑張るねって、うんうんうん、ただそんだけなんですよ、けどよかったなって本当心から思ったんですよ僕、うん、でやっぱり自分のことと照らし合わせて、うん、諦めず頑張ればできるんだよって、うん、やっぱり思ったんですよね、うん、だって彼女だってもちろん僕が何かをしたわけではないです、うん、けれど三重県っていう片田舎でそうやって育った わけですよ、うん、それでもすごい努力はあったんでしょうけれども、うん、そのおかげで彼女が頑張ったおかげで彼女が一生懸命自分から行動して動いたおかげで、うん、その結果こうやって今の彼女の姿があるわけですよね、うん、それはやっぱり僕が社会科の授業の中で今大切なことは自分で考えて自分から動くことだっていうことと一致している、つまり僕が考えていること伝えようとしていることに間違いはないんだ、うん、そういう実感がそういう認識ができたわけなんですよね、自分から動くそのプロセスを、うんうん、自分で考えてどのように行動を起こすか、その初めの一歩を出すことこそ夢を叶えるために実現するためには大切なんだなって、うんうん、逆に言えばその一歩その初めの一歩を出すだけでもしかしたら実現するための
何割かもしかしたら半分以上達成できているんじゃないのかなって、うん、今の自分では思ってるんですよね。その初めの一歩を踏み出すことが、はい、まあ、踏み出すことをためらっている人もたくさんいると思うんですけど、はい、じゃあいざ踏み出しました、はい、でその後目標達成に向かって、はい、モチベーションを維持しなきゃいけないじゃないですか、ずっと、はい、そのモチベーションの維持っていうのを、はい、林くんはどういうところで、なんだろうな、どう維持してるか、何その源、はい、パワーの源、はい、ね、心のパワーっていうんですかね、はい、その辺はどうなんですか、はい、林くんは。もちろん大きな目標はあるんですけれども、うん、やはりすごく遠い目標だとなかなか難しいんですよね、うんうんうん、少しずつ僕個人は小さな目標の積み重ねがそこに到達する、小さな目標こそプロセスなんだなってのは思ってるんですよね、うんうん、この目標をクリアしたら次の目標があって、それが最終的な目標へとつながっていくもんだなって思ってるんですけれども、コツとしてはやっぱりその実現、簡単に、まあ、達成できそうなプラスアルファぐらいの難易度のものを設定して、はい、それを次々やっていくことによって、はい、まあ、自信も深め、はい、前にも進めみたいな、そんな感じなんですか、イメージとしては。そうですね、自分の中でそういうものを自然と設定してるんですかね、地道に、はい、でももちろんなかなか難しいことばかりだと思うんですよ、先のことってなかなか分かんないですし、うまくいくかも分かんないし、うまくいかないかもしれない、うん、常にやっぱりその中でビクビクしている自分はいるんですけれども、うんうん、それでも行動すればうまくいくんだっていう、うん、自分の中で自信があるわけなんですよね、うん、なぜかというとサッカーを通して僕は諦めず頑張ればできる、そういうことを経験したであれば、必ず続けていけば、自分さえ諦めなければ必ず目標達成には近づける、達成できる、そう思ってる自分がいるんです。だからただ僕は目標に向かって進むだけ、もちろん時には失敗することもあり下ることもあります、うん、けれど続ければ必ず最終的にはゴールに行くんじゃないのかな、うんうんうん、どんな回り道をしようが、どんな壁があったとしても、うん、逃げずに進みさえすれば、うん、必ず到達するんじゃないのかなって、うん、そう思ってるんですよ。なるほどね、はい、